クロタミトンは外用医薬品で鎮加油薬と海鮮治療薬剤として用いられる。オイラックスのほか様々な消炎鎮痛外用薬に配合されている。外芸により合成され、1948年スペインで外用薬が発売された。海鮮治療薬として開発されたが、かゆみ止め効果が認められ鎮加油薬としても用いられるようになった。 海鮮の病原寄生虫である肥前谷に対して弱い毒性を示す。1957年に日本で市販開始。洗い流された成分が下水処理場で検出される。また、下水処理場で検出される濃度は河川よりも高濃度であると報告されている。失神、人魔神、皮膚炎、皮膚創用症、小ニストルフルスコーヒースタミン作用、局所麻酔作用、 抗炎症作用とは異なる基準で、相用感を抑制していると考えられている。適用時に軽い灼熱感があり、音覚に対する、この刺激が、競合的に、相用感を消失させると言われている。クロタミトンの沈下ゆ効果の作用基準として、皮膚や抹消神経などに発現する、イオンチャネルである、TRPV4 を抑制することが報告されている。局所に塗布した後、 クロタミトンは吸収されて全身に回る。血中半減期は30.9時間で4.8から8.8%が尿中に排泄される。副作用としては熱感、刺激感、接触性皮膚炎等が知られている。過量投与によりメトヘモグロビン血症を起こす恐れがある。ありがとうございます。